はい、こんにちは、大竹誠です。今日は2月19日の金曜日。今日のパートナーは室井ゆずきです。はい、私の横には大竹秀明です。よろしくお願いします。そして金曜日はババガールのお水です。お願いします。お願いします。富永はちょっと今日は気分が乗らないってことでひょっとして、はい、気分があるか離婚。いやいやいや、離婚かな。不倫がバレた。違う、そんなんじゃないって。なんかお家のね、ちょっとしたなんかこう、ちょっと、はい、お家のちょっとしたって何よ。のっぴきならない。それ離婚じゃないの。離婚ではないと思うんですけど。違うって言ってるだから、ね、はい、まあだからね、これで今日は大水一人だけど、はい、ね、これでもしうまくいけばね、まあ一人でいいやっていう話。今後僕だけで。じゃあお前だけじゃねえよ。え、交換だよ。いや、交換ですか。1日ずつね。別々ずつ。1日ずつ交換。週交代です。ていうか、せっかくこの機会にいないやつの悪口頑張って言おうよ。やめろよ、そういうこと言うの。そういうこと言うから、お前番組でヤフーニュースに取り上げられちゃうんだろ、お前は。アホなニュースだったね。アホなニュースだったねじゃないよ。俺までとばっちり受けてんだからね。大竹さんだってアホに見えたよ。うんお前がね、こんなこと言うからだよ、股間からお詫びしますじゃないとか言ってるからだよ。あ、宮崎健介前衆議院議員に関してですね。俺はだから、俺はなんかこう、お詫びがよくわかんないとは言ったよ。うん、ね、心からお詫びしますの、近頃心からっていうのはおかしいみたいなことは言ったけど、なんで股間からになっちゃっててさ。もうね、私この発言はね、うん、まあ、もう言わなくてもよかった。うん、なんで？だって絶対彼の股間はもうお詫びした形にずっとしばらくなってると思うのよ。そういうことお前また、ね、また乗るぞお前は。なんだその彼の股間はお詫びした形になってるしばらくね。バカったバカ。ね。もっと俺は、うん、俺はもう中、俺な、中身のこと言ったんだよ。中身のことでしょ。中身じゃないじゃん。少なくとも、その、私は言葉、うんうん、会見の言葉を捉えずに、うん、中身の洋服の中身のことを言ってる。洋服の中身じゃダメだろ。洋服の中身じゃない、それ裸ってことじゃない、それ外見ってことじゃないから、部分で。え、お詫びした形になってるの、心じゃない。何や。心が直結してんだから、うん、男のあそこはさ、心ちゃんと態度で示してるってことですよね。多分あれよ、育児休暇取ってさ、歳費をちょろまかそうと、うん、報酬ちょろまかそうとしたのがバレてさ、しばらくお詫びした形よ。俺はこの話広げようと思って話すわけじゃないよ。もうやめよ、またくだらない。やめようって、お前ね、本当にもうただでさえくだらないって言われてる番組なんだから、ね、本当よ。お水横で聞いてただろ、はい、あの時聞いてました。おどう思うこの、いや僕は室井さんさすがだなと思いました、ね、おいおいちょっと待て、前はちょっと心理をついてますよね。心理をついてないだろ、股間からお詫びって、ね、でももう絶対お詫びしてるってしてます。お詫びしてそこはさすがに形が知らない、俺知らないからね、もう本当に俺、まあ、こういう日があるからだよ。俺あれだよお前、んもう昨日の夜なんかさ、あなたはね、あの昨日の夜、うん、あなたは脳みそ使いすぎですっていう夢見たんだ俺は。嘘、嘘じゃない。誰に言われたの。知らないよそんなこと。ロボットみたいな人に。ロボット、 あなたは脳みそを使いすぎてます、気をつけてくださいって言われる。まあ、昨日その前にポンコツおじさんとロボットっていう映画見たんだけどね。だからじゃないよ、だからじゃないよ。でも夢占いって大抵逆のことを言うとか言いますよね、うん、働いてないって顔だからもっと使った方がいいんだ。俺が働いてないって顔お前。私は昨日妖精と会ったよ。妖精と会った。で私さ昨日朝の NHK の、うん、もうすごい朝早い番組から始まって昼の番組出て、うん、それでそっからもうすぐに新幹線乗って大阪の番組出るのに行ったのね、うん、そしたら、うん、タバコ水所に行ったら、うんうん、おじさんがね、なんだタバコ水所って、タバコ吸うところ部屋に行ったら喫煙スペース、そうそう便所みたいな言い方するんだ、ね、そしたら知らないおじさんがね、私その時にゲラチェックしてたわけ、ゲラ読んでタバコ吸いながら、もうそのくらい忙しい一日で、あうん、そしたら知らないおじさんが、うんうん、これどうぞ吸ってくださいって言って、世界一高いタバコですって言って、うん、すごい高級なタバコもらって、うん、なんか妖精で、うん、すぐいなくなっちゃったの。俺きちんと ありがとうございますって言ったんだけど、うんうん、
もっときちんと吸って感想とか言いたいなと思ったんだけど、うんうんうん、もうすぐにおじさんいなくなってて。あのさ、陽性とかじゃない、ないじゃん。通りすがりのおじさんだよ、それ。通りすがりの、うん、なんかね。陽性だったらさ、あれだぜ。ドアなんか開けないぜ。スーって出てくるんだ。いや、私原稿読んでたから、ドアを開けて入ってきたのは覚えてない。陽性っておじさんの格好してるの、それは。どんなおじさん、中年のおじさん、清原を3万円くらい着たようなおじさん。言うな、そういうこと。いい匂いがしたおじさん。いい匂い、やめろ。まずいだろ。清原からいい匂いって言うの。え、でも見ず知らずのだよ。見ず知らずの私。例えがダメだって言ってんの、お前さっきから。じゃあもう喋んない。喋んないじゃない。喋ってほしいんだよ、俺だって。喋ってほしいんだけど。例えがちょっとなんかこう、ついていけない感じがちょっとあるっていうのはするだけだよ。ね。うん。そういうことでね。もう脳みそ使いすぎてるって、もう大変なことになってんだよ、俺は。何に使ったのよ。いや、知らないよ、だから。今日朝入ってきた時もずっと考え込んでたよね。まあ、いつも考えてる。CD のなんかジャケット見て考えてなかった、うん、あ、CG のジャケット、うん、いや、あれは考えてたんじゃない。みんなに聞いたんだよ。CG で、うん、小沢昭二さんが、うん、グラミー賞取ったじゃない。小沢誠二さんが。小沢誠二さんがグラミー賞取ったじゃない。うん、で、その曲を知りたいと。うん、で前から言ってんのに、うん、もう、取った日から言ってんだよ、うん。で、スタッフに言ったら、小沢さん手に入りませんと。うん、もう売り切れとかって。ちょっと待ってって。うん、まあ、普通の人が手に入らないんだよ、うん、まあ、文化放送だろうと、うん、手に入らないってどういうことだ。まさか文化放送だからっていうのない。そこにはちょっと売りたくないと。在庫あっても出しませんよ、文化放送は。なんかもうちょっとメジャーなとこ行かないと。だってそうじゃねえよ、一生懸命探して。他の理由も考える、まあ、そこまで経費があって、うん、なかったふりして。そう、もうだけども、まあ、ちょっと情けなかったけどね、うん、あの局 で、うん、で一生懸命さ、俺はね、やっぱりグラミー賞ってすごいわけじゃない、うん、だって、うん、流してみたいよね、みんなと聞きたいもんね。それで今日、それだから、あ、それがもう3日前の話で、うん、で今日ね来たら、うん、やっと手に入りましたと、うん、ね、でここにあります、うん、書きましょう、うん、ただスタッフ、今この番組のスタッフは、まあ、全部で何人いるんだ、10人ぐらいいるかね、うん、10人でそのクラシックに素養のあるやつがいないから、うん、どの曲かけていいのか分かんない。だから私が教えたじゃない。私がその大竹さんから借りたさ、そのジャケット見たらさ、うん、12っていう数字がすごいドンって大きく見えてきたから、12番の曲ですって。はい。アルバム見ると12曲は入ってるみたいな。だから12っていう数字がなんとなく大きく見えてきたから、12番が有名な曲なんじゃないか。12番は彼は傷の手当てをしたって曲だよ。うん。どうかな。これはモーリス・ラベルという人が作った歌劇の子供と魔法っていうのをこう収録したものらしいんですけどね。じゃあ大竹さんなんだと思うの、うん、俺は2本の蛇口から1つの桶に水が流れるっていうのが好きだけどな。2本の蛇口から。大水、チラッと見てパッと答えてくれ。はい。はい。うん、あ、うん、僕はこれですね。うん、ご機嫌いかが4曲目。な、井上陽水みたいな曲か。前わかんないけど、さあ、ね、どれが当たり。あ、じゃあちょっと待って、私も、うん、はい、太田さん、うん、お下がり。え、お下がり、お下がり、ビックリマーク、お下がり、5曲目。5、7、ご機嫌いかが、12番ね。そうするとさて、ここで電話大丈夫。太田さんの友達で、はい、お友達ですか。そうですね。この番組のリスナーでもいらっしゃって、はい、クラシックに詳しい、おお、はい、ライター編集をしている、うん、方に電話をつないで、どれが、ね、一番それにふさわしいのかって、どれをかけたらいいかっていうのを教えてもらおうと。よし、12来い、12、4、来い、4、来い、
お前な、お前そういうこと言ってるからお前途中から競馬の予想みたいな番組になってっちゃうんだよ。悪いとは言わないけど。42ね、ね、ね、そういう7 いや75だと思います。お下がりインパクトあると思います。電話つな、お名前、友部さんと言います。友部さん、もしもし。はいはい、友部さん、もしもし。はいはい、あれ伝わってます？つながってるから答えてんじゃねえか。つながってるから答えてんじゃねえか。はい。はい、怒ってどうする。友部さん。はい。クラシックに詳しいんですか？はい。一応評論家みたいなこと。ああ、そうですね。はい。で、実際にこのアルバムを収録したコンサートにも足を運んでるそうです。これ、じゃ長野かどっかで、これ。松本のコンサートは気に入っているそうです。これ聞いてるんですか？3年前の夏に、行ってました。はい。行って。はい。聞いてらっす、現場で。はい。感動なさいましたか？ええ、ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。友部さん？はい。グラミー賞ですよ。はい。世界の最高峰。はい。はい。ねえ。はい。感動なさいましたか？素晴らしかったですね。友部さん、それでお聞きしたいんですが、はい、スタッフに聞いたところ、この1から12までのね、はい、曲の中で、はい、どれがそうなのかなって分かんないんですよ。はい、どれだと友部さんは思ってらっしゃいます？あ、ベストのトラックということですか？そうです。はい。あのね、はい、ちなみにね、はい、ご機嫌いかが、お下がり、日本の蛇口から一つの桶に、彼は傷の手当てをした、はい、この4本が私たちの間では上がっ違う、あ、そうだね、うん、なんだよ、いや、はいはいはい、口挟むなよお前は。間違ったとこで間違ったとこで口挟むなよお前は。話おかしくない。友部さん、はい、今の中にありましたか？オペラなので、ええ、あのアルバムの12曲バラバラ12曲があるわけではなくて、はい、あの全体を通して1曲なので、はあ、あ、ごめんなさい、あのですから、あの、うん、どれがベストと言われてもちょっと困っちゃうんですけれど、あの聞きどころということで、ああ、ちょっと待ってください、はい、これ、はいはい、一応名前タイトルついてるけど、はい、これ全部でなんかオペラだから、これ全部でって、これあるシーンシーンっていう意味ですか？それじゃあ、そうです、そうです、おっしゃる通り。ああ、そうですか。はい、じゃあ無理くりあの区切ってるってことですか？そうですね。あ、そうなんですか。はい、あの曲自体は、うん、あの45分全部つながってますので、うん、なるほど。そうなんだ。っていうと舞台ではこれある種場面が変わっていったっていうふうに解釈すればいいのかね。その通りです。あ、そうですか。あの舞台は演劇と一緒ですから、はい、あの登場人物が出てきて歌って、はい、語って踊って、うん、それで、はい、あの場面が切り替わっていく、うん、なるほど。それに音楽がつくというようです。なるほど、はい、わかりました。そういうこと。あ、でもなんかこうテレビのなんかニュースなんかで見ると、はい、途中でなんか男性ボーカルの方がちょっと歌ってらしたようなシーンがちょっと流れてたように記憶してるんですけど、まあ男性も女性もたくさん、はい、出ます。すいません。まあね、まあそれはね、はい、失礼ですけど、これ見た時舞台に何人ぐらい出てたんですか？それじゃあ全部でこのシーン、この登場人物多いんですけれど10人ぐらいは。10人、はい、ああ、でこれはじゃあオペラだったわけだ。あ、オペラです。はい、あ、そうか、スタッフはそのことも知らなかったんで、じゃオペラで、あのオペラで、この物語は、はい、どんな物語ですか？それじゃあ、タイトルは子供と魔法ですけれど、はい、あの主人公は、はい、あのやんちゃで悪さばっかりしてる男の子。はいはいはい、6、7歳くらいの、うん、6、7歳くらいの、はい、うん、はいはい、それで、はい、はい、それで、まあ、悪さばっかりしてるので、はい、あの部屋の中にある、うん、ソファやティーポットとか、うん、あと、あるいはその動物ですね、トンボとかリスとかに、はい、まあ、たしなめられるというか、叱られて、うん、でそれで少年が、まあ、分別を取り戻すと。あ、ストーリー。あ、じゃあ、舞台ではソファーの役の人とかいるわけだ。そうそうそう。あ、なるほど。はい、いやそうですか。はい、それでその子は成長していくみたいなことですか？まあ、成長というか、まあ、ちょっと心を入れ替えて優しくなるという心を入れ替えて優しくなる、はいはい、それじゃあ最後にお聞きしますけど、友部、はい、さんがこの中でとても感動した
シーンは大体どの曲が当たりだったでしょう。やっぱ最後の12トラック。イエーイ。彼は傷の手当てをした点点点というふうにあの CD のそのタイトルにはついておりますけども、そうですね、これ動物たちの手当てをする、手当てをするっていう、あ、ごめんなさい、あの動物たちが、うん、あの集まって、うん、最後にその、動物たちはその、子供は悪さばっかりしてるんですけど、はい、あの自分たちがちょっと怪我をしたときに傷の手当てをしてくれたじゃないかと、うんうん、いうことで、うん、子供を許してあげようっていうふうに、ん、あの、うん、場面が変わるっていう最後のシーンですね。あ、じゃあ、あの彼っていうのは子供、あのいたずらっ子が、あの、はい、誰かの傷の手当てをしてくれたじゃないかってことなんだ。そうですね、はい、合ってますね。合ってます、はい、わかりました。はいはい。で、じゃあ、この、彼は傷の手当てをしたっていうところを聞いたら、なるほどって思っていいわけですね、僕たちは。うん、ただ、静かなシーンなので。静かなの？そうなんですよ。あんまり盛り上がるって、まだ、ゆっくり聞くと、なんか、だんだんこう、じわじわと来るという、そういうトラックです。ちょっと。もう、盛り上がるところは聞きたかったんだけど、じゃあ盛り上がるところすぐに、そうですね、いいですよ、もうそれじゃあ、あの、はい、この彼の傷の手当てをしたってところでそこ聞きます。ははいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとう、はい、ありがとうございました。友部周樹さんでした、はい、ありがとうございました、はい、はい、どうも、はい、じゃあほらすごい、誰だお前だかセンス、なんか12っていう番号が浮かんできたのよ、見せられた時にね、うん、お前さ、そんな、そんなこと言って、曲な、この曲何分ぐらいあるんだ、5分4秒結構。彼は傷の手当てをした、これがおすすめのシーンっていう、うん、ちょっとわからないですね。最初アーダーモスって言ってねえよ、そんなことそんなこと言ってねえ、味わってなかった、はい、アダムちゃんじゃねえかそれじゃ。バカ野郎。これトム、いやでもさ、ほら小沢さんがさ、こう髪振り見出してな、はい、こう指揮してるような感じがちょっと知りたかったんだけどな。うん、そういう、お、お水どんな感じ？今いや、でも、じゃでもよかったけど、うん、そうですね、うん、うん、穏やかにこう目が閉じていくような、うん、まあ、お前なんか俺でも指揮できるみたいな顔してる4秒しかないもん。あのね、まあまあちょっと、まあ、レベルが高すぎたら分かんなかったな。しょうがないよ、音楽の才能ないの、分かんないんだから。ようやく手に入れた CD、そうだね、そこ売りにしてどうする、ようやく手に入れた CD ですから、だってようやく手に入れたんだから、大竹さん行きも帰りもガンガンかけなきゃね、車の中でね。なんで、なんで俺にくれんの、うん、違うの、大竹さんが来週の月曜日に一番感動した曲をこう、ね、うん、教えてくれるっていうのはいいですよね。いやいや、俺これプレゼントするんですよ。俺プレゼント、なんかもう一枚アトランダムに選んで、欲しいかとかは。いや、でもあれだよ、グラミー賞の小沢誠二だよ、だって。ねえ。はいはい。